ドラえもんのびたの宇宙開拓史は、藤子、F、藤代によって執筆され、月刊コロコロコ,ロコミック1980年9月号から1981年2月号に掲載された大長編、ドラえもんシリーズの作品。および、この作品をもとに1981年3月14日に公開されたドラえもん映画作品。大長編、映画ともに第2作。 同時上映は、怪物くん怪物ランドへの招待。テレビシリーズのキャラクターデザイン第2期の最初の映画。テレビアニメの絵柄が変わるよりも、半年早く、映画が先に、絵柄が変わった。前作、のび太の恐竜は、初期キャラデザで、絵柄が異なる。また、2009年に、本作のリメイク作品である、ドラえもんしん、のび太の宇宙開拓誌が公開された。 上空間での事故で偶然に生じた入り口から開拓性、荒野を野生へ行けるようになったドラえもんと、のびッた,たちの活躍を、この星で知り合った少年、ロップルたちとの友情を絡めて描いた長編作品。月刊コロコロコ,ロコミック1980年9月号から1981年2月号までの6ヶ月間に分けて連載。 1980年1月号から3月号までの3ヶ月、連載だった前作、ドラえもんのび太の恐竜から大幅に引き伸ばされ、夏に始まり翌年春に終わる形式となる。そのため、大長編作品の出だしは、夏休みが多いが、映画公開は、春先のため、のび太の大魔境』などのように劇中の季節が映画では、春休みに変更される場合も見られる。 前作が過去の短編に過失する形で執筆されていたのに、対して本作は大長編シリーズ初の前編に描き下ろし、作品であり、以降のシリーズ作品も完全新作が基本となる。作品のヒントとなったのは、映画のシェーンとブリガドオンであると作者が語っており、加えて西部劇をモチーフとして、のび太の特技である銃の腕前を思い切り振わせること。 重力の弱い世界なら、のび太でも超人になれるという考えが、作品コンセプトとなっている。このほかクライマックスにおけるのび太と本作の敵役、キラーミンとの早打ち対決の描写から、死である、手塚治虫が、藤子 F を連れて見に行った、西部劇映画、ベラクルスのそれを意識しているのではないかという指摘も、ある。また、1979年の SF 短編。 ベストとコタツと宇宙船で、宇宙船のハッチとコタツがつながるという描写があり、畳と宇宙船のハッチがつながるというアイディアの原点が見受けられる。重力が弱い異性で、伸びたが力を発揮するというアイデアは、原作、池、伸びたンにも存在する。作中では、SF 作品では品質の超高速高校について、説明をするシーンがある。この作品では、 離れた2点間での移動を空間を曲げて、その2点をくっつけることで一瞬の移動を可能にするという空間歪曲型のワープ方式を採用しており、その原理を1枚の紙に書いた2点を紙を曲げることで接触させるという方法で視覚的にわかりやすく説明している。映画では、原作では丁寧に描かれたドラマの多くが省略されている。また、 のびたとドラえもんが、ロップルの農作業を手伝うといったシーンが、映画では画面を4分割したダイジェストという形で描かれている。一方で原作では1コマで描かれているのびたたちと、ロップルたちとの別れのシーンが映画では大幅にアレンジされ、主題歌、心を揺らしてが流れる中、手を振る、荒野荒野生の住民一同の映像、その後のびたたちとロップルたちとの思い出を振り返る。 映像が流れ、最後に長空間のつながりが外れる直前、クレームが伸びたにあやとりを披露するという感動的なシーンとなっている。この別れのシーンについては、宝島社のムックでも言及されている。原作のラストでは、長空間の出入り口が開くことは二度となかったといった、セリフをはじめとして、もう会うことはできないという悲壮感を際立たせた別れが演出されている。しかし、 映画版では、上記のセリフもなく、原作と比べて楽観的な演出が施されている。ただし、上記のセリフは、映画上映前の雑誌連載版には、映画版と同様に存在しない。また、映画版では、長空間の繋がりが消えた後、伸びたの両親に怪しまれて畳を開けると、多数のネズミが飛び出し、伸び一家を慌てさせるギャグ落ちになっている。1994年に、 観光の雑誌、ドラえもんクラブの3号に、本作以前のロップルたちの物語を描いた、外伝小説、大長編ドラえもん、のび太の宇宙開拓史外伝荒野公野生物語が掲載され、2009年にはリメイク版の、ドラえもん新、のび太の宇宙開拓史が公開されている。宇宙の惑星、荒野公野生の少年、ロップルの上空間での事故により、 のび太の部屋の畳とロップルの宇宙船の倉庫の扉がつながった。ロップルたちの夢を何度も見ていたのび太はドラえもんも連れて荒野荒野に赴き、ロップルやチャミーと仲良くなる。荒野荒野を含めた小宇宙の各星に鉱脈を張る鉱石ガルタイトの独占を企むガルタイト工業は、 荒野荒野生に移住し始めたばかりの開拓住民たちを採掘の邪魔になると追い出そうとしていた。そのせいで、ロップルたちはガルタイト工業の攻撃の標的となってしまい、日々必要な脅迫や嫌がらせに耐えながらの生活を強いられていたのだ。さらに運悪く、ジャイアン、スネオ、静かの三人を荒野荒野に招待した際、ガルタイト工業の襲撃を受けてしまい、 それによって起こった、ジャイアンたち三人は地球に帰ってしまった上、のび太との関係も悪化してしまう。ドラえもんとのび太は、ロップルたちの生活を守るべく、荒野を野生での重力が地球より小さいことを利用して、スーパーマンのような力を発揮し、ガルタイト工業と戦っていく。採掘の遅れにびれを切らした、ガルタイト工業は、荒野を野生を爆破して、 ガルタイトを回収する強行手段を発動し、ロップルの宇宙船の倉庫の扉も爆破されてしまった。のびたは、勉強がおろそかになっていることをママに叱られ、外出禁止を命じられていたが駆けつけたチャミーから、公約や制裁代の危機を知らされ、ドラえもんと共に公約親生に向かう。のびたのおめ付け役を担っていた、静香は、ジャイアントスネオに事情を説明し、 三人で救援に、向かい、伸びたは、ガルタイト工業に雇われたギラーミンとの決戦に挑む。地球から遠く離れた別の銀河に存在する、荒野荒野星と都会都会星が舞台。どちらの星も地球などより重力が格段に小さいため、住人の体力や建材などの材質と強度も地球に比べて非常に低いので、逆に地球人はこの星では、 スーパーマンのごとき力を発揮できる。それにより、荒野荒野周辺の人間、生物にとって、地球の空気は汚く手重力が強く感じるため、結果的に伸びた立ちより、身体能力で劣ったり、呼吸が困難な体になるなどの悪影響がある。星は、反重力エネルギーを発生させる、ガルタイト荒でできている。彼らの文明は、宇宙旅行でワープもできるなど、 地球より進んだ面がある一方、石器時代からガルタイト港のエネルギーを基盤として発展してきたので、プロペラなどの地球にある一部の機械は発明されていない。また、この小宇宙の存在は22世紀のデータを持つ、ドラえもんも知らず、都会都会星など小宇宙の星の人々も、地球の20世紀の時点では、太陽系や地球の存在などは知らず、 ごく一部で彼らから見て遠く離れた宇宙である銀河系の名称だけをわずかに聞いていた程度であった。キャラクターはすべてジャングルクロベイに登場するピリミー国から持ち込まれたもの。ドラえもん映画作品。ありがとうございます。